それではこの表題の論文を自然言語処理研究室の小川与一郎が紹介させていただきます。概要です。この論文では英語の文法誤り訂正をするタスクに取り組んでいます。で、この論文の提案手法は、今までの、誤り訂正のシステムにもあるルールベースを使った訂正システムと SMT を使った訂正システムを組み合わせたハイブリッドシステムを提案しています。で、この提案システムは、大きな学会であるカンファレンスオンナチュラルランゲージラーニングという学会の、2014年のシュアードタスクにおいて、オリジナルのテストセットでは1位、アノテーションを修正したテストセットでは2位というふうな高い結果を出しています。背景です。現在の、文法誤り訂正の研究において多くのエラータイプにおいて高い性能をまだ達成できていないという現状があります。で、そんな中で、このカンファレンスオンナチュラルランゲージラーニングっていう学会の、シェアドタスクっていうその毎年、あるテーマが設定されて、そのテーマに沿って、その精度を競い合うっていう、大会が行われています。で、その2014年では、グラマティカルエラーコレクションっていう文法誤り訂正がテーマになりました。で、この大会では、英語以外のネイティブスピーカーが作成した短い文章に存在する全ての文法誤りを訂正するっていうような問題設定で、世界中から参加チームを募ります。で、その参加チームには文法誤りがアノテーションされた共通の訓練データをが配布されます。で、参加チームはその訓練データをもとに誤り訂正を行うシステムを作ります。で、大会では、未知のテストデータに対して、各システムが、誤り訂正を行って、で、主催者側が指定した共通の評価基準でそのシステムを評価します。で、その評価の精度によって、順位をつけます。で、2014年のこのシアドタスクには、14チームが参加しました。で、この論文の提案手法はその14チームの中の1チームが提案した手法になります。で、アプローチです。まずその誤り訂正を行う、システムっていうのが、これまでにそのルールベースを用いた、システムっていうものと SMT を使ったシステムっていうものが考えられています。で、その複数のシステムを組み合わせることによって高い訂正の精度を出せるっていうことが、これまで研究で分かっているので、この論文ではその複数の訂正モデルの組み合わせを変えたときにどの組み合わせのパターンが一番精度がいいかっていうのを、検証しています。で、その最終的な、最も良い組み合わせの、パターンがこちらの図のような概要になります。で、まずそのインプットテキストっていう誤りを含んだ文が与えられたときに、まずルールベースシステムに突っ込んであげます。で、そのルールベースシステムによって、訂正した文を生成してあげます。で、このときにキャンディデーツっていう一つの訂正文じゃなくて、訂正することができる全てのパターンの訂正文を、候補文として、全て出力してあげます。で、その全ての候補文を次に、言語モデルによって、ランク付けしてあげます。で、その結果最もらしい候補文を、次に SMT のシステムに入力してあげます。で、このシステムで上位10個の訂正文を
出力してあげて、それをまた言語モデルでランク付けしてあげます。で、一番最もらしい訂正文を今度はそのどういった訂正をしたのかっていう情報を入手して、そのエラータイプによって不必要な訂正をしていたらその訂正を取り除くっていうタイプフィルタリングっていうのをしてあげます。で、そのフィルタリングした結果が、出力のアウトプットテキストになります。で、まあ、それぞれのシステムを紹介します。まず最初に入力されるルールベースを用いた誤り訂正システムでは、この、まあ、使うコーパスが CLC っていう、誤り文と、訂正された文のパラレルコーパスを、用意して、そこから自動的に、訂正のルールを獲得して、それに基づいて訂正を行うシステムです。で、次に SMT システムでは、これはまあ機械翻訳をまあ訂正に使うっていうような考え方で、間違った文をソース側に、訂正された文をターゲット側にして、そのパラレルコーパスを SMT でトレーニングしてあげます。で、そうすることで間違った英語を正しい英語に翻訳するっていう翻訳機を構築してあげることで訂正を行います。次に言語モデルランキングでは、言語モデルの確率をそれぞれの候補文につけてあげて、その確率でランク付けをするシステムです。で、この言語モデルの構築にはマイクロソフトウェブ N グラブサービスズというものを使用しました。で、最後にタイプフィルタリングでは、まあ、ここでは、そのシステムの出力した訂正の中で不必要な訂正をしている箇所を除外するっていうようなシステムになります。で、これは訓練データの中で観測された共通のその訂正のパターンに基づいて、入力文と訂正文の単語形式と品詞タグの違いから不要な訂正を、まあ、検出してあげます。で、その検出したエラータイプの中でその訂正の精度がゼロ、要はその訂正は絶対に正しい訂正を行っていないというようなエラータイプの場合のみその修正を除外してあげます。で、実験です。まず最初にその訂正、誤り訂正を行うシステムの中のルールベースと SMT の個々の精度を検証しました。で、テストデータにはこの大会の主催者側から提供される開発セットをテストデータに使っています。で、その結果がこちらで、ルールベースに比べて SMT の方が高い精度を出していることが分かります。次に、このようなシステムをいろんな組み合わせを用いて実験を行ってみた結果がこちらです。で、この表のとダイナリマークは、あるシステムの出力を次のシステムに入力するっていうことを表しています。で、プラスのマークはあるシステムの出力ともう一方のシステムの出力を組み合わせたものを次のシステムに入力することを表しています。で、添え字の C は、出力を、全てのパターンの候補文を出力するっていうことを表していて、添え字の10ベストは、出力のうち上位10個を出力とすることを表しています。で、一番いい精度を出した、6番目のこのパターンは最初に紹介したこの
概要の、パターンを表しています。で、最後にフィルタリングをするかしないかで、精度がどのくらい変わるかっていう実験を行いました。で、これまでの実験の結果から、エラータイプの中で訂正の精度が0だったエラータイプっていうのがこの3つになります。で、フィルタリングによってこの3つのエラータイプを除外することをしました。その結果がこちらで、フィルターなしの場合からフィルターを入れた時に、わずかですが精度が上がったことが分かりました。で、このようなシステムを、最初に紹介したシェアドタスクの大会に提出しました。で、その結果なんですが、その使うテストセットが2パターンあって、1つは、オリジナルっていう主催者側が提供するテストセットをそのまま使った時の精度で、もう1つがリバイズっていう、その参加チームがそのもらったテストデータ、テストセットに対して、修正のアノテーションをし直したものをテストセットとして使った場合の2つの精度を出しました。で、その結果がこちらで、どちらともとても高い精度を、出しました。で、これが、オリジナルの場合ではその14チーム参加したうち、1位の結果を出して、リバイズでの時は、2位っていう結果を出しました。で、まとめです。ルールベースと SMT の誤り訂正システムのハイブリッドシステムを提案しました。で、その時にそのシステム間の受け渡しの方法や広報文生成、言語モデルランキングを異なる組み合わせで検証してみました。で、エラータイプ推定による不必要な訂正のフィルタリングにより再現率を下げることなく適用率を向上させることができました。で、シェアドタスクにおいて高い結果を出しました。以上で発表を終わります。